一代に巨万の富を作り上げるというでこれはやはりその方の徳というものがなければそういう金は授かるものではございますがいが、えーまあ、名前が残っておりますのがゼニア五兵衛とか江戸では紀ノ国や文左衛門でこの人は一代に百万両の金を儲けたという。 えー、今の100万円ではございません昔の百万両というんですがどのくらいな価値になるんですか、えー、まあちょっと我々にはそれは分かりませんがう何百億あるいは何千億というほどの金になるのかと思われますが大体、えー、気分という人はみかんで儲けたんだそうです。 それでまたせがれが一台に全部をこれを使ったという、えー、もともとみかんで儲けたから新生が種なしになったんだろうなんてことを言うそれじゃあ紀州から出ないで運州から出そうなもんですが運州じゃ一万両にもならない初めから種がない点ですから大阪に参りますと淀屋辰五郎という人が 一代に巨万の富を築いたという、えー、小揚げの人足だったといいますから、まあ、自由労働者でございますがそして大変な金を残したという大阪へ参りましたあの有名な淀屋橋という橋がありますがあれは辰五郎が一人であそこへ橋を架けたといいますが神へ参りますと浪速橋 え下へ参りまして四五橋どっちかに回らないと中之島へ渡ることができませんのでえここに橋がないと不自由だというので淀屋が欠けましたので屋号をそのままに淀屋橋と申しますが、ね、そばに淀屋庄司というものがある、えー、これがこちらと向こうと違いまして、えー、江戸ではこの庄司と言わず 工事と申します白麹だとかあるいは浮世工事式部工事なんというえみんな工事と言いますが向こうは商事と言いますね。あそこは元新民靴だったんだそうで夜が明けましてここへ入ります米屋から薪屋炭屋、えー、あるいは魚屋八百屋そのほか日用品全部の払いは この與手屋辰五郎が一手で支払っていたといいますが随分大きな慈善事業しかしそのくらいいいことをしてもやはり嘉者にふけったという町人の分際をもっておごりに生じふらち至獄であるというので財産は全部神へ没収その上三河の都お構いという京江戸大阪、えー、この三つの んんではならんという何も自分で儲けた金を使って差し支えはないという今の理屈からいや馬鹿げたことでございますが昔はそんなことは通らないうん実にどうも世の中の政治があまりに圧政に過ぎるというので先の天下の副将軍水戸光国という方が非常に えー、お嘆きになります諸国を回ります水戸黄門記という助さん郭さんなんというあの2人の家来を連れて随分、えー、滑稽なものにこしらえ上げてありますがあの通りこの諸国をお回りになりましてそのいろいろ政治を見るあまりに政治が悪い、えー、これでは町人がかわいそうだというと、えー、これをその。 戸様が講演をいたしましてね悪いやつを取って抑えるという中谷どうも痛快な物語がいくらもあります弱い町人の尻を押したという人のお尻を押したから「黄門様」と申し上げたんだってえますがそれはどうもあんまり当てにはなりませんけれども、えー、副将軍をなさいました方がご隠居になればみんな「黄門様」と言うんだそうですが。 何か三圀京でないと薄りが悪いようで最も有名なのがあの神戸の湊川神社あそこへ楠木正成の墓をお建てになりました裏の詩文は明の使徒で思春水という方が書いたんだそうで墓石の表にはああ忠臣南志の墓と あれは老光のお筆で押したためになったもんだそうで「ああ」というのはあれはその「限りない」という意味を表したんだそうで喜怒哀楽の女王を極度に表す時また「限りがない」というもうこの上の中心はないというので「ああ中心南しの墓」というああ大変いいんだそうですな、あのあてのは。 で我々の方で今はそんなことはありませんが昔は寄席来てね自分の気に入らない噺家が上がると大きな声で当たり構わず「ああああ」ああなんてなことを言ってね「噺家殺すに刃物はいらぬあくび三つで即死するなんてつまらないどどいつがありましたが西山へ御隠居を遊ばして「生山公」と申し上げて。 木なしもいんやというおこしょうご勇室にご用わずかの友を連れまして水戸をお出ましになって江戸上屋敷へちょっとお立ち寄りになりこれから東海道を登ってくる円州掛川の宿へかかります町外れの建場茶屋まことに粗末なところでございますが、えー、水戸様という方は決して思ったことを遊ばしません で中時期のあと窓を開いてこう眺めているとなんかこう嫌な匂いがするんでご用人が窓から覗きましてえあの恋亀というあんまりいいもんじゃありませんがこれはいかんというので屏風を借りてこれへ立て回し持ち合わせの甲を炊きましたが眺めの邪魔にもなりません」お。おお良い眺めだの。 の景色格別じゃん,ん。これはまた珍しきかかる家にはふさわしからぬ屏風じゃん。七勢が土佐じゃの土佐も証言と見たがどうじゃお目利き,き恐れ入りましたことで三つの部にござります。 そう,かうーんうん証言はよう書くのうーん針金がこう翼を広げた具合などは絵と思えぬほどじゃのうしかし末に針金 『待つならば鶴足に狩りを描くべきに』これはいかなる意味をいたすかその方ども存じおるか見回したがあいにくどなたもご存じの方がなかった絵というものはちゃんと出会いというものは決まっておりまして待つならば鶴を描くとか。 あるいはしのでに待つそれから足に借り月、えー、に借りしかに借りなんといってねそれはもうちゃんと付き物なんですが「どうも松に借り金というのはおかしい」と言ったがどなたもご存知なものがないと表から入ってまいりましたのが大阪風の町人二人。 荷物に荷にを持たせますって「おじいさん休ませてもらうぜどうぞおかけくださいまして『ああ荷物さんくたぶれたやろうなああ一服しよう』あ『あもう知る時やな飯にしようがあのー、そんならなえ三、ー、人前何でもええああ酒かいやいやいらいらいあそうやそ荷物さんが飲むやろうええー、一本だけであんまり飲ますと」。 「また歩きにくいよってな、えー、つけてやってああ一服しろ」「疲れたな着付けせやけどあんたもうここまで来たら江戸も遅行になりましたかけがわだっせ」お「おっ本人遠州やなこれから駿河寺入ると富士を見ながらの旅でこれがな 遊び半分にしているびなら面白おかしゅう笑うこともできるやろうがこうして胸に一物んじゃ知らんがその日その日がだんだんこう身にしみるように疲れてくるななああんたもうややめない、ね 何や言うたんだがないにくよくよしなはるがまあ人間というものは七転び八起、ね、まあなるようにしかなりまへんやねしょうがへん。<laughs> そうか言うたらお前に叱られるが七転び八起というがこう落ち目になってくるともう七転び八転びでなええことないわ。 あ,あ言うたたららまた叱られるわ <laughs> しかしなしおおキスケキスケえなんだねんお前にええー、もの見せたのかえおなおなおな何を言うてんねんええー、もの言うたらじきにおなごや、ね、そやね奥に屏風があるやろどうや

ガンブロとで分かったかしかも証言ほんまもんやであれなんでここのうちにあんなええがあるのや、うん、どうやか金がこう構えてえ今にも飛び立ってピュッと抜けてくるようや。はあ本人名人とはこれやな。 しかしあのくらいにを描いてあってもこの絵は評判が悪いというな。んであんねん松に狩り金という絵はない。証言も腕に甘んじて絵空事を描いたと <laughs> けなす人があるという <laughs> もうそんな人に見られたら証言が気の毒やねん。あ そもほんまなんねえーえー、でわてらみたいなものの分からん人間ならしまへんけど日本差した侍で分からんやつが多いんだっせやんだええそんなものをもっとも武士ゆうたかでかつお節にもならんもんね。えー。さあ大将さしてるゆうたかであんだ丸太ぶら下げてるようなもん <laughs> 目が合って牛穴みたいな大けの声出したいな。 <laughs> 一度あの話を聞いたかこの絵の分からん者は武士ではないと申すだいぶ節穴が揃うたの恐れ入りますあの町人をこれへ呼び上げて絵と木をさせてはどうぞこれをまた。 おたおむねにございます。あのような屋敷物、いやいや、何を申す。弱い隠居じゃ。うーん。聞くは一時の恥と申す。う知らんによって、この絵と気をさせるよう。その方、ちょっと。申し付け。ほう。あー。それにおる小児。えっ。それいいの。おい、あんまり大きな声出したかい。 <laughs> これはまた、えー、お休みとも存じませんでつい高越でお耳障りでござい <laughs> いやいやいやさようなことをとがめるのではないがあ,あの屏風の絵であるがあ何の意味で松に借り金を書いたものかそれがわからんあれにおる老人が手前の詩人。 としてまこと申す誠にすまんがちょっとあれへ参って松に狩金の絵の意味を話をいたしてくれるよ」。<laughs> これはまたおたあぶれでございまして、えー、ご承知ないことはございません町人の生ものじりをなぶってやろうと。 それは悪いお考えでございますのでどうぞ一つお許しを願ういやいやさようなことではなりぜひ、えー、あれまいって話をいたしてくれ頼むによって何にも存じませんものでございますのでどうぞ一つお許しを願うもし旦那旦那何をするの何やのあんたはそれやからあかんじゃん で、何でもあんだ遠慮して向こうで知らんよってに聞かしてくれ言うて頼んであんねん話したんならな何があんなおやじに分かりますかいなあれやかてやっぱり節穴の口で <laughs> 何が言うてんのそれでは、えー、お言葉に甘えましておうおうすまんがどうぞ上がってくれいや遠慮いたさず おじいさんすまんがちょっとあのー、いやいや足は洗わんがてえがその雑巾を貸してんがはあおおけにおおけに。へっそれではごめんくださりますおお縁所はいらんもそっとちこううん松にがね証言とは見たがいかなる意味か存ぜんのでまことに。 申しかねたがあの絵ときをしてもらいたいが <laughs> 恐れ入りましたことで、えー、殿様方のご承知ないこともござりますまいがまあ町人の片言を聞いて笑うてやろう何も旅の連れ連れじゃとお示しして、えー、ご勘弁のほどお願いまして、えー、これは証言が苦心をして書いた絵じゃと。 親どもが話しましたのをまた聞きをいたしましたもので間違いましたらお詫びを申し上げますが、えー、これに書いてござりますこの松が函館の浜辺にある俗にしきの松と申すのやそうにござりまして日本を離れました遠いところに常盤という国がござりまして。 秋になりますと常輪の国から日本へ針金が渡ってまいりまして、えー、春になって常輪の国へ戻ります燕は春日本へ参りました秋になって常輪の国へ帰りますのが序でございまして針金の参りますのメの帰りますのと波の上で行き合いまして「おおメお前帰るか」。 俺は「これから日本へ渡るのじゃがちょっと忘れたようがあるこの文を誰それに届けてもらいたいがおおええー、ともわしも日本へ言い残してきたことがあるお前がいたらちょっとことづけをしてくれまいかと」<laughs>。「まさか鳥が物も申しますまいがその辺を取りまして燕の頼り 「仮の文」というのはこれから出きました言葉やそうにございますがツバメは小さい鳥でございますので疲れてまいりますと打ち合いましたこの波頭へちょっと羽がいを休め落ちているゴミの上へ止まっても羽がいを休めることもできますが仮金は大きいので。 まさか波の上へは止まれませんので国を出ます時に芝を一本くわえてまいります疲れてくるとそれを波の上へ落としてこれに泊まって羽がいを休めまたそれをくわえては飛び同じことを行くたびも雨には降られ風には吹かれ波にさらされ苦労に苦労をして このの函館の浜辺にございますしときの松井参りましてああ無事に日本へ渡れたもう芝はいらんと松の上から捨てまして日本国中を 飛び歩きますのやそうにござりますが下には芝がぎょうさん落ちておりますので春帰る時にまたいるだろうとところの者がそれを直しておきます春になりましてもう帰る自分じゃとこの松の下へ出しておきます一っ松へ泊まりました仮金が一本ずつ加えてはまた常の国へ 戻りますのやそうにござりましてあとにはいつも養産芝が残りますあ今年もこれだけ日本で借金が落ちたのが来ないにも死んだのかと 狩金のなくなりますのを所の者が哀れみましてその芝で風呂を立てます行き来の何重の者または修行者なぞに一夜の宿をいたしましてこの風呂へ入れます何がしかの金を持たして立たせまするのも狩金追善供養のためと。 まだに伝えております函館の頑風呂というのはまあこれやそうにござりましてそれを証言が書きましたものでしかし腕に甘んじて絵空事を書いたと言われては苦心をした証言に気の毒じゃと 親どもが話しましたものはまた息きをいたしましたのでもし間違いましたところがござりましたらお詫びをいたしますがこれは半層ものでございますのでお分かりにくいと思いますが一層ものになりますと函館のお天次第をちょっと書きましてその下に「 紀貫之様のお歌があったように覚えておりますが、えー、そのお歌は、うん「秋は来て春帰りゆく仮ねの羽替え休めぬ函館の松」でござりましたかこれは函館のんぶろでございますので。うん 話には聞いようとが、函館の頑張ろ良い話を聞かせてくれたそしてそちはいずれのものか大阪の町人でございますので名は何と申すええ <laughs> おれき様の前で申し上げることのでけません不浄の身でございますので、えー、そのことは何とぞお許しを願いたいのでございますいよいよ都綱裏々へ参ろうとも名のないというものはないガンブロの話を聞かしてくれたそちの名を覚えておきたい申してくれ。 いや、苦しみないさように遠慮いたさずもうしてくれ、うん、これこれさようにご辞退を言い出してはかえってご無礼にはい,いなるぞこれに渡らせたもうは先の天下の福将軍つくに、こ公御前になるぞ <laughs> えこれこれ <laughs> 何をも,もうさようなことはもうしてならんと言いつけおくに。 乾けたやつである「あ <laughs> れおさように土まい飛び降りては着物が汚れる元の席へ帰ってくれ世は光国である頑ブロの話を知らんであったうそちの名を記憶いたしたいによってどうぞ名乗ってくれ」へっ。へっ 恐れ入りましてございます。さようなお方様とも存じませんで最前からの無礼の段何とぞお許しを願いたいのでございます。この上ご辞退をいたしましてはかえってご無礼でございますので、えー、ご直答は恐れ多いことでご用人様までに申し上げます。 貨車にふけりましたとがでお取り潰しになりました大坂町人淀屋辰五郎をせがれ二代目辰五郎を目にござります。うん名は聞きを読んでおる淀屋辰五郎そちはせがれ、うんこれからいずれへ参るいや。 苦しゅうない直訴を許すいずれへ参る江戸へ下りますのでござりますて、うん、何用で参る立ち入ったことを聞くが何の用事で参る親ども存請中柳沢様へ三千両の金子 御用立てをいたしましたところそのままお下げ渡しがござりませんので責日なればと思われ今の淀屋でございますのでその金数何ほどでもお返済、ね、いただきたいとこれから江戸お屋敷へお願いに上がりますのでございます。う 柳沢が三千両を借りてそれを返さん大名は金を借りて返さんでよいということはない美濃の存じたことではあるまいしかし不憫であるそちに頑風呂の話を聞かしてもろうた礼をいたすこれかようにしたためて使わせは 御湯室がついておりますから筆を取りましてすらすらとしたため御堂様の御飯がこれへドンと座ります。淀屋辰五郎柳沢美濃守殿屋敷へ参りもし三千両の金子お下げ渡しなき時は江戸上屋敷へ願いいずれば金子三千両お下げ渡しにいなる 重くろくなるぞありがたく招待をいたせえ、さんとえあ、ありがとうさんちますその方神方へ参るならば堂々いたすたいが江戸行くでは道がちごうで道中気をつけあまりくよくよいたすの。 身のためにならんぞん長座をいたしては彼らが迷惑である参ろうかそのまんま一同た立ちになる淀屋辰五郎後ろ陰を不拝んでおります」旦那あびっくりしたびっくりするようなようなな大きな声で俺は水戸様と聞いた時にど だからどうして飛び降りたか夢中になったぜえ,えらいもんだよな私も水戸様と聞いたときに大きな意志でぐーっと押さえられたような気がしましたせやけど木助お前もえらいで、ね、水戸のご隠居様を節穴にしたのはお前ばっかりやで、ね、<laughs> いや死なぬが仏で えー、えらいいことを言いましたしかし旦那お喜び遊ばせこれからあんた柳沢様へお願いしたところでなんじゃかんじゃと伸びた果てが百両か二百両の涙金で戻るのかと思うてましたが妙なとこでご隠居様にお目にかかりましたのでこれであんた柳沢様で払うなんだら水戸様のお屋敷へいて。 どっちいたかであんた取り外しのない三千両縄で握ったも同じこってっすしかし頑ブロの話一つで三千両とはへへへへへ高い借れですな <laughs> そのはずじゃ貸金を取りに行くのじゃ。 これは尺ではないか尺種というと講談の方から取った話ではないかというがこれはかなり古くありましたうーんだからこれもやはり前々から言った通り、りし家のものであるか講談のものであるかということが判然しない話としていいんじゃないかと思いますね。う とにかく髪型ものが出るから大阪の方の話かで東京でもこれは古くからやっておりましたもので私は教わりましたのは2代目の、えー、大阪の桂幹助本名を、えー、松尾福松と言いましてでこの人に私は教わったわけで,でこれにはちゃんと下げがついております。えー 東京から上方の方へ行って長くあちらに営業をして晩年になってこちらへ帰りました、えー、5代目の金元亭芭蕉という方がでこの人に私は話はずいぶん教わりましたがガンブロは私はこの人のではない、えー、2代目の三木助という方から教わったんです。 うーん得意としてこの芭蕉詩はよくやっていましたがまことにいい頑風呂でございましたが、えー、それはあの下げを言いませんでした、えー、下げなしでやっていましたがあーまあ大体ちょっと他とは違う風変わりな話だというわけでやるんでしょうが、えー 秋は来て春帰りゆく仮ネの羽がえ休めぬ函館の松という歌がある、えー、あれをその覚えて、うん、やっていたんですがもう亡くなってしまったから言いますけども、えー、その大阪の五代目芭蕉さんに教わった、えー、間違えちゃったんでしょうね。春は来て 秋帰り行く狩り金のと言ってた人があるがこれらもどうもおかしいと思いまして、えー、それから悪い方も内緒でそっとそう言って注意をしてあげたことがありましたが狩り金というものは夏こっちにいるもんじゃない寒い自分にいるもんです。でツバメの方が暑い自分にいて寒くなってくる自分にはツバメはいなくなるんですったら。 ああなるほどって <laughs> ありがとうございますって礼を言われましたが、えー、あまり人の中でそんなことを教えてあげるのも悪いと思ったんで、えー、そんなことはいくらもありましてね「掛け取り漫才」という話あれをやった人の中であの近江八景で言い訳をするところがある八五郎が貴殿、えー、に顔を合わずのも 白の菩薩の雪ならで消える思いを水量なしという私はそう言ってるところが、えー、そこのところは白の、えー、菩薩の雪ならで燃える思いを水量なしってあのやってる人がありましたがこれはどうもおかしいなと思ったら雪が燃えるわけがないんですから。えー 有名なあの高野高尾を入れた老曲の人がありますが「義理」という字を墨で書くって中で言います「えー、義理」という字を墨で書こうが、えー、赤で書こうがいいわけですうんあれはその「雪」という字を墨で書く雪は白いものであるけれどもやはりえー のの白いものでも墨でで墨書くだから嘘をつくことがあるというまあ意味なんでしょうがそれを「義理」という状態でそれじゃあもう何の理屈にもならないわけで、えー、そういったような言葉の間違いというのは人のことばかりは言えない私だって何か間違えてることがないとも限らないがこれは気が付かずにやりますが、ね、そんなことがよくあるもんでございます。 でこれも大体が、えー、難しい話でございますし、えー、初心の人なんぞはあまりこういうものはやらない方がいい途中でおかしいというところは少ないわけだからまあ人情話でございます。